プジョー408はフランスの自動車メーカープジョーが2010年から製造・販売している中型セダンである。中国で2010年1月25日に発表され、4月8日から発売が開始された。アルゼンチンでは同年11月8日から生産を開始し、2011年4月末から発売開始された。ロシアでは二千十二年四月十六日から生産を 開始し5月16日から発売開始した。そして同年5月21日にはマレーシアでも発表された。408は407の後継車種ではなく小型ハッチバックの308をベースとする上級ミディアムセダンである。中国や南米などの新興国市場を主なターゲットとしてフランス、中国、ブラジル、アルゼンチンにあるプジョーのエンジニアリングチームによって 開発された。その後2012年5月に1929年に登場した、プジョー201以来80年以上にわたって、続いてきた3桁の数字で、モデルチェンジごとに、末尾の数字が増えるネーミング手法を変更し、以降新興国向け車両の末尾が1で、それ以外は基本的に、モデルチェンジをしても末尾は8のままとすることが発表されたが、408の 登場はこれより前だったため新ネーミング法は適用されておらず、主に新興国向けにもかかわらず末尾は8となっている。308からホイールベースが 100mm 延長され、全長は 4.7m 弱に達する。トランクスペースは562リットルと大容量である。エンジンのラインナップはシムケッチによって異なる。 中国向けは1.6リットルと2.0リットルの2種類。アルゼンチン向けは2.0リットル、1.6リットル、ハディディーゼル、1.6リットルターボの3つ。ブラジル向けは2.0リットルフレックス燃料車と1.6リットルターボ。ロシア向けは3種類の1.6リットルと1.6リットル、ハディディーゼル。そして、マレーシア向けは2.0リットルと1.6リットルターボの2つとなる。 トランスミッションは1.6リットルターボ車には6足、ティプトロニック AT が組み合わせられ、それ以外は5足、MT、または4足、ティプトロニック AT となる。生産は、中国、新流儀車、アルゼンチンブエノスアイレス工場、ロシアカルーガ工場、そしてマレーシアクダシューグルンのナザオートモーティブ、マニュファクチャリングにて行われる。ナムに関しては、年6万台を生産し、 うち60%をアジア太平洋地域への輸出に振り向ける計画である。なお、2011年には全世界で8万千台の408が販売された。2014年4月の北京モーターショーで発表。二代目308と同じ EMP にプラットフォームを採用し、部品の70%を欧州製の308と共用している。二千十八年にはフロントフェイス、 リアバンパーおよびテールランプを変更し発売した。ありがとうございます。